でもやっぱりなんかモンスターズやっていく中で一番エモいなって思うのがやっぱその歴代のラスボス級のキャラクターをパーティーとして 全部揃えられた時とかめちゃくちゃゃく興奮しますよねあとなんか強さとか開いたりとかするともうララススボスのキャラクターだからでかかいんですよ全員だからもう画面いっぱいに埋め尽くされているその強ボス感みたいなのを見てて興奮しますよねまあでもあとは配合ですよねもう本当にモンスターズの、えー、もう一つの楽しい点といったらもう配合で、えー、モンスターを掛け合わせて強力なモンスターをまた作っていくっていうやっぱダークドレアムっすよね。 チート級に強いキャラクターなのでやっぱそこを目指しますよねあんまりにもネーミングセンスがやばすぎるので多分カメラに収めても使えなそうなやつとかも <laughs> あると思うんですよね。<laughs> ほんとガキなんで、はい、スライムに、X、とかつけたりとかピーになっちゃうんでね。はい